韩正确，中国不是韩籍。韩正确，中国不是韩籍。中国不是韩籍。内藤証券、中国株情報。皆様こんにちは。内藤証券中国株情報の時間です。本日も東京日本橋株都庁内藤証券東京支店にありますサテライトスタジオ株スタ7110から生放送でお送りいたします。解説は内藤証券投資調査部次長の千原康弘さんです。千原さん本日もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。お願いします。なお本日は新型コロナ対策で2人の距離を空けて放送させていただきます。では市場の動きから振り返ってまいります。まずは本土市場上海総合指数です。こちら本土市場は4月7日火曜日の終値が 2820.763 ポイントで、先週31日火曜日の終値に比べまして 2.6% 高となりました。変わりまして香港市場ハンセン指数です。こちらは昨日7日火曜日の終値が 24,253.29 ポイントで、先週31日火曜日の終値に比べて 2.8% 高となりました。なお本土市場ですが、こちら4月6日月曜日は清明節の祝日で、上海市場お休みとなっております。では解説お願いいたします。はい、まずはですね、中国本土市場の動きから見ていきたいと思います。こちらですね、上海総合指数の動きですが、中国以外での新型コロナウイルスの感染拡大を受けまして、3月23日に約1年1ヶ月ぶりに終値で2700ポイントを割り込みました。はい、その後はですね、アメリカの景気対策への期待を背景に戻しまして、2700からですね、2800ポイントの間で上げ下げを繰り返してますね。で、昨日なんですが、16日ぶりに、終わり値で2800ポイントを回復しました。新型コロナウイルスの感染拡大鈍化への期待からですね、前の日のアメリカ株が大幅高になりました。それに加えまして、その中国人民銀行がですね、預金準備率の引き下げを発表したことが、昨日の2800ポイント回復につながったんですね。はい、続いて、香港市場ですね。こちらハンセン指数の動きですが、3月19日に2016年12月29日以来の、2万2000ポイント割れとなりましたが、その後はですね、ダウ平均とか、あとダウ平均先物ですね、これらの動きを交換しまして、先月25日に、6日ぶりにですね、2万3000ポイント台に戻してきました。で、昨日ですが、アメリカの株高や中国の金融緩和を交換しまして、17日ぶりに、終わり値で節目の2万4000ポイントを回復してますね。はい、ところで毎月恒例の経済指標ですが、こちら先週は1日だったのでご紹介できなかったんですよね。はい、そうですね。さて、揃いましたでしょうか。はい、ではですね、3月の、製造業 PMI の動きから見ていきたいと思います。こちらですね、大企業を中心とした赤線の CFLP 製造業 PMI はですね、 52.0 でして、2月の 35.7 から一気に50以上に戻しました。市場予想の 44.8 も上回ってますね。ただですね、この数字について国家統計局は注意を呼びかけてます。はい、PMI というのはですね、前月との比較を反映する指数ですので、これだけ見てですね、その中国経済が正常に戻ったと判断することはできませんと釘を刺しているんですね。で、3月のその製造業 PMI、 これから言えることはですね、その企業を取り巻く状況が2月に比べて改善したっていうことぐらいなんですね。で、3月の数字だけでその景気回復のトレンドを判断することはできませんでして、数ヶ月にわたってですね、観察することが必要としています。はい、またですね、中小企業が中心の青線の財新中国製造業 PMI なんですが、こちら 50.1 でして、こちらもですね、景況判断の節目である50を超えまして、市場予想を上回ってます。で、調査対象の企業によりますと、まだ正常な経営状態に回復しているとは言い難いような状況でして、はい、納期の遅れとかですね、注文のキャンセルが出ているようですね。
で続いてサービス業の PMI です。こちらですが、3月の CFLP サービス業 PMI ですね、赤線の方は 52.3 でして、景況判断の節目である50を回復しています。しかし青線のですね、これ中小企業が中心なんですが、在新中国サービス業 PMI は 43.0 でして、まあ、その市場予想を上回ったんですが、上回ったといっても4ポイントぐらいなんですが、まあ、50に全然届いてないんですね。はい。まあ、サービス業のですね、中国の中小企業はまあ引き続き厳しい状況にあるということが分かりますね。で続いてマカオのカジノ統計です。こちらですが、3月は前年同月比で 79.7% の減少でした。もうなんかドンと落ちてますね。で2月の 87.8% の減少に比べて、まあ、減少率はやや縮小したんですが、まあ、依然として厳しい状況にあることには変わりないようですね。でこのマカオに隣接する中国本土の広東省ですね、ではもう海外からの人の移動をこう制限しているんですね、はい、このためマカオに渡航する人が減少してまして、それでカジノの来客に大きな影響を及ぼしているんですね。でカジノがですね、まあ、苦境を脱するには、まあ、新型コロナウイルスが世界的にこう感染がこう収束していって、人の移動をめぐる規制がなくなることが必要なんですね、うん、ですので、まあ、厳しい状況というのは長期化しそうな様相ですね。で続いて香港を訪問した旅行者の統計です。こちらは2月の数字が最新なんですが、2月に香港を訪れた中国本土からの旅行者ですね、こちらも赤線の方なんですが、前年同月比 97.8% 減の9万9000人でして、はい、それ以外の地域からの旅行者も 90.2% 減の10万人にとどまってるんですね。もうなんかほぼほぼいなくなったって感じなんですが、まあ、2月に香港を訪れた旅行者の合計ですね、合計でもまあ 96.4% 減少してまして、まあ、合わせてもですね、20万人に届いてないんですね。で2019年の2月はですね、559万人もいたので、それが20万人未満になるということは、まあ、ほんの数ヶ月前ですね、誰もこんな風になるなんて想像できなかったと思われますね。厳しすぎる数字ですね。そうですね、まあ、香港ではですね、昨年からまあ政府への抗議活動がこう相次ぎ出まして、そもそもですね、旅行者の落ち込みが続いてたんですね。そこに新型コロナウイルスの感染拡大という、まあ、予想外の事態が発生しまして、まあ、旅行者の数ですね、香港を訪れる旅行者の数なんですが、8ヶ月連続でマイナス成長が続いてます。まあ、香港の地場経済はですね、苦しい状況がこう続いているんですね。で最後に香港の小売統計ですね、こちらも2月の数字が最新なんですが、こちら前年同月比で 44% 減という記録的な落ち込みとなりました。はい。で昨年はですね、まあ、そもそも大規模デモとかがこうあってですね、で、まあ、その結構長引いたんですね、その小売業への影響が。で小売売上高のマイナス成長というのはこれで13ヶ月連続ですね、もう1年1ヶ月も続いてるんですね。で旅行者の減少背景にですね、まあ、観光客よくそのアクセサリーとか買いますからね、アクセサリーなどのその宝飾品の売上高っていうのは、78.5% の大幅減となったんですね。はい。でただですね、その一方で新型コロナウイルスの感染拡大を受けまして、生活物資の買い占めなどが起こった結果、まあ、肉類ですねの売上高は逆に 20.3% の増加となったそうです。まあ、地場経済のこうした低迷ですね、受けまして香港の失業率 3.7% となりまして、ここ9年で最悪の数字となってます。はい。中でもですね、まあ、消費とかレジャー業界ですね、デモについて、まあ、新型コロナに見舞われたんですが、その影響で失業率は 6.1% に達してまして、まあ、ここ10年で最悪となってますね。まあ、新型コロナウイルスの感染拡大が収束するには、まあ、時間を要すると見られてまして、今年上半期にわたってですね、香港の小売売上高は大幅なマイナス成長が続くと予想されます。本土香港市場の動きをまとめて解説いただきました。この後は知って得する情報コーナーです。内胆证券中国股市行情。
知って得する情報コーナー。このコーナーでは中国にまつわるさまざまな話題を取り上げています。さあ千原さん、今週の話題をお願いします。はい、今回はですね、3月のストックコネクトについて、話をしたいと思いますが、その前にですね、3月のですね、日米中の株価指数の動きを見ていきたいと思います。こちらですね、相対株価指数のグラフを作ってますが、中国以外で新型コロナウイルスの感染者増加を受けてですね、そのダウ平均が下旬まで大幅に調整しました。これを受けてですね、香港市場、上海市場、深圳市場も動揺しまして、ダウ平均に引きずられるような形で調整してますね。ただ、3月の下旬に入りますと、アメリカの景気対策への期待感も膨らみまして、買い戻しの動きが広がりました。調整幅を見ますとですね、どんだけ下落したかっていうのを見ますと、その外国人投資家の売買が活発な香港市場はですね、他の中国株の市場に比べて比較的大きく調整してますね。で、その上海市場、深圳市場なんですが、調整は相対的に緩やかだったと言えるでしょうね。こうした状況を踏まえてですね、3月のストックコネクトについて見ていきたいと思います。でまずはですね、海外からの A 株売買の動きですね。こちらは海外からの A 株売買の売買代金の推移ですね。で一番右側の3月の売買代金ですね、一段と増加しまして、2ヶ月連続で過去最高記録を更新したんですね。はい。世界的な株価の乱高下を受けてですね、海外投資家の売買も活発となりました。で一方こちらはですね、海外からの A 株売買の売買差額ですね。これはプラスが買い越し、マイナスが売り越しを意味しているんですけれども、世界的な株価乱高下を背景にですね、海外投資家の間に手締まいムードが広がりました。その結果、海外投資家の A 株売買ですね、10ヶ月ぶりに売り越しに転じまして、その上売り越し額はですね、過去最高を記録したんですね。その売買代金はもう最高記録、売り越し額も最高記録って、そういう風になっちゃったんですけれど、はい、ほんの3ヶ月前このグラフ見ますと、3ヶ月前過去最高の買い越し額を記録したばかりでして、そうしたことを考えますとですね、ほんの短時間で、海外投資家の投資家心理が急変したことが伺えますね。はい。で続いてですね、3月の売買動向です。こちらはですね、海外投資家による A 株売買の売買代金が多かった銘柄のリストなんですが、株価に注目しますと、20銘柄のうち14銘柄が下落しましたね。でまた下落した14銘柄のうち9銘柄は、月間の下落率が2桁となりました。一方ですね、記録的な売り越しを反映しまして、この、こちらに出ている銘柄の売買差額を見ますと、16銘柄が売り越しとなってますね。はい。では本土からの香港株売買、こちらはどうでしたでしょうか。本土からの香港株投資のですね、売買代金ですね、こちらですが、一番右側の3月ですね、こちらも大幅に増加してまして、2年2ヶ月ぶりに過去最高記録を更新してますね。先ほどの、海外からの A 株売買も過去最高でしたが、こちら本土から香港株売買も過去最高記録更新ですね。で2月はですね、そもそも歴代2位の記録だったんですけれど、それを上回る大商いだったですね。続いてですね、こちらは中国本土からの香港株売買の売買差額なんですが、今度はですね、この逆にですね、3月はその、こちら1397億香港ドルの買い越しとなりましたね。でこちらも2年2ヶ月ぶりの買い越し額の過去最高記録を更新してるんですね。で先ほど紹介した海外投資家の A 株売買は過去最高の売り越しで、これとは対照的に中国本土の投資家による香港株売買は過去最高の買い越しだったんですね。で、売買代金はどちらも過去最高記録を更新という状況だったんですね。で3月はその香港株の方が、上海株とか深圳株より大幅に調整したんですが、こうした中でですね、中国本土の投資家、急落している香港株を買い漁ってたようなんですね。で最後に3月の売買動向ですね、こちらです。
こちらまあその中国本土の投資家による香港株売買の売買代金が多かった銘柄のリストなんですが、重複分を除くと14銘柄あるんですけれど、そのうち11銘柄下落してますね。こうした中、その医療機器のマイクロポートっていう会社ですね、深圳からの売買のですね7位にあるんですが、こちら、新型肺炎の蔓延を背景にですね 60.62% の上昇となりましたね。医療機器の会社ですからね。一方、売買差額を見ますと、重複した20銘柄のうち16銘柄が買い越しでした。まあ、本土の投資家ですね、すでにまあ新型肺炎の収束を視野に入れているようでして、まあ、積極的にですね香港株を買い増ししてたことが伺えますね。はい、はい、本日は3月のストックコネクトについて詳しく解説いただきました。さて、来週はこの番組お休みとさせていただきます。また再来週お会いいたしましょう。では今日はこの辺で失礼いたします。千原さん、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。